はいどうもマグマグマグロンと申します。はい、ただいま8月11日水曜日でございます。おかしいな、カレンダーは赤いんだけどな。なんか今日仕事だったな。はい、というわけでね、今日はねカレンダーでは赤でしたけどもね、お仕事でした。はい、じゃあ今日は8月11日付のサカツクの情報いきたいと思います。その前に先週のおさらい。はい、というわけでリーグランキングイベント皆さんいかがだったでしょうか。マグは5つしかやれませんでした。結構ねやれないのよこのイベントって。じゃあ1個ずつ見ていきましょう。まあこれは256、見づらいな、256位だったみたいですね。こんな感じ、6万ポイント、クロビブス8、まあ、このクロビブスをね最低でも1枚は取っていきたい、そういうイベントなんでね。はい、これは一番上でいいのかな。これ黒ビブス4、まあ、5万点ぐらいはいけるっちゃいけるんだよね。でこちら黒ビブス2000位ですね。何位までもらえるんだったんだっけ。でこちら287位で4個。あーリーグのレベルもあるのかな、もしかしたら。はい、こちら163位で4着ということで、なかなかの、あ、こっちで見ればいいのか。ね、こんな感じですよね。だいたいは500位以内には入りたい。さらには3桁かな ?3 桁入ればいい方でしょう。5000位までもらえるんでね。まあ、プレイはしておいた方がいいのかなと思います。まあね、これからいっぱいごとつするんだからね。選手をね。バルサの選手をごとつするんだからね。あるに越したことはないですからね。やっぱりもっとやっとくべきだったな。はい、というわけで何ですかね、 U24 なんかね、まあ来るだろうなとは思ってましたけれども、案の定来ましたね。じゃあちょっと順番に行きましょう。まずは予告。はい、こちらいつもの SWCC 第32回目が開催決定、日付は8月25っていうことは2週間後。まだまだまだね、あのバルサの選手たちをね育てて、さらに連携戦もって考えるとまだまだ時間かかりそうですね。エントリーが来週なんで、まあ、まだ今週は何もやることはない。レジマオもやりましょう、レジマオね。はい、というわけでマグの、あ、これ調べる時間がなくてね、ちょっとね、あ、そもそもね、あのスタジオを作って、ね、マグの顔が出てこないときはね、あの残業して帰ってきてるんでね、あの調べる時間もないのね。もうしょうがないね、こればっかりはね。じゃあちょっとさらっと、帰りの電車の中で調べた、感じでいきますと、まず月曜日はバシャミアン、イランのフォワードバシャミアンでございます。モデルはバヒド・ハシェミアンだそうです。まあこれちょっと知ってる人もいるかな、バシェド・ハシェミアンでございます。イランの選手ですけど、ブンデスリーガを中心にプレーしておりました。バイエルンミュンヘンにも入ったことがあります。出たかどうかは知らない。レンタルだったのかな、あれちょっと覚えてないけど、そしてセンターバックパナート、スペインの選手なんですけど、ちょっと誰だろう、パナート、これがねちょっと出てこなかったな、わかんない。はい、次、そして、ゴールキーパー、ペルーの、キラガ、ペルーのキラガ、モデルはラモン・キロガ、ラモン・キロガという選手だそうです。70年代から80年代まで活躍していた選手だそうです。ウィキペディアわかんないです。はい、というわけで、インターコンチやってる人にとってみたらね、これやっぱり嬉しいのかな、こういう選手ってね。マグはなんだかよくわかりませんけれどもね、ラ・チータン選手でございます。なんだかわかりません。はい、というわけで先行きましょうかね。そういえばね、今回の東京オリンピックの時にはね、あれでしたよね、英語でね、チャイニーズ・タイペイって言った後に NHK のアナウンサーがね、台湾です。ね、台湾です。って、間を置かず言った一言がなんかね、良かったですよね。台湾っていうね、はっきり言ってくれましたからね。中国はちょっと怒ってるかな。はい、じゃあ次。左サイドバック、南雲良三でございます。こちらはサカツクのね、いつものおなじみな感じでございます。サカツク、架空選手でございます。はい、次。
もうサクサクいきましょう、今日は。今日はね、結構意外とやることいっぱいあるの。はい、じゃあ次、レジェンドマッチ。今週のやること、ででん。レジェンドマッチやりましょう。というわけで、今回のレジェンドマッチ、リバンドだそうです。新星5選手リバンド。さらに、日本選手を編成すると強くなる、青空への船出を持つ、新星5監督、毛利ポイチがまた出てきます。ポイチだらけ。はい、というわけで、今回のポイチは451。ちゃんとオリンピックのね、フォーメーション、そのまま来てくれましたね。この間のチェルシーとかなんかはね、若干違ったりとか結構多いんですけども、今回はバッチリハマっております。左がテクニコなんですね。だからまたね、ロナウジーニョのね、プレースタイルがまた使われるわけですね。これはまた、ロナウジーニョ引いてよかった。まあ、引いたわけじゃないんだけどね。好きな選手選んでたんだけど。そして、今回の新星5選手は、坂つくめリバウド、モデルはリバウドでございます。モデルはリバウド。フリーキック特化型のトリックスターになってるのかな。あ、でもセットプレーこっちに入ってないね、能力アップの方に。それからに魔法の左足が入っているので、まあ、フリーキッカーとして重宝するんじゃないでしょうか。クラブは何になってる。あ、まあバルセロナだわな。そりゃそうだわな。はい、というわけでこんな感じになっております。じゃあちょっと一旦見てみますか。先日何だったっけ？じゃあ毛利ポイチの監督、ちょっと使ってみましょう。毛利ポイチ。あ、ポゼッションなんだ。ポゼッションなんだ。そうなんだ。サイドアタックでいいんじゃないかな。まあ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 。はい、じゃあお任せいきます。フォーメーションコンボスタート。いくつ？ 20 万いかず。はい、というわけでちょっと残念ですね。あんまり強くないな。なんで強くないんだ？あ、まあ、ロナウジーニョがまだごとつしてないってのも、あるし、ボランチはレジェマのブッチ、左サイドバックもレジェマのローム。まあ、ここら辺かな。ここら辺が、まあ、きっかけでそうなってるのかもしれないね。メッシだってここのポジションじゃないのに出てる。あ、そんなことないか。これもトップ下の選手じゃないのが出てんのか。トップ下ってネドベド？あ、それも増えないですね。まあ、でも1万3000クラスの選手でね、軒並み集めていけば、まあ、強くはなるんでしょうけど。まあ、ロナウジーニョはね、これからごとつするんでね。まあ、いずれよ。いずれそこはちゃんと強くなるから大丈夫よ。安心して。はい、というわけで、これが今週のやること、レジェマでした。はい、じゃあちょっとね、上になんか、いろんなのがあるので、こちらを、後半戦でやっていきたいと思います。一旦カットー。はい、というわけで続きいきたいと思います。はい、今回のこの U24 日本代表、まあこの間のね、東京オリンピックおめでとう、あ、書いてるね、感動ありがとう、戦いを終えた U24 日本代表が登場。もしメダル取ってたらここ慌てて変えなきゃいけないよね。大丈夫だったのかな。本当にまさか第3位決定戦まで行くなんて思ってなかったんじゃないかな。運営ちゃんも夏休みだからね、ここ慌てて作り変えるのは多分きっと無理だったんじゃないかな。はい、というわけで、今回は、10連スカウトを無料で引ける U24 日本代表フリースカウトを開催します。ついこの間800連やったばかりなのにまたフリースカウトが来てくれるなんて本当にありがとうございます。ただ最大で80連だけです。忘れないようにしましょう。ミッションとかはなく、普通に1日1回限定で無料で引くことができる10連スカウトとなっております。開催期間は1週間と。で、もう今日からできるのかな？
はい、でまずは登場する新星5選手、まあおそらく運営ちゃんにとってみたらこれがスタメンなんじゃないかなっていうのがね、この11人ですね。谷、左から中山、富安、吉田、右が酒井と。でボランチは田中碧に遠藤、そしてトップ下が久保くん、そして右が堂安、そしてフォワードは上田綺世だったんですね。そしてなんと左ミッドフィルダーは三笘だったようですね。やっぱりここはね、上ちゃんもね、そうしますよ、普通なら。ね、いや、まさかね、秘密兵器がね、最後まで秘密のまま行っちゃうとは思わなかったよね、やっぱりね。そしてね、かわいそうなことにね、これ登場する新星4選手のところに、まあ頑張ってね、結構試合出て活躍した相馬くんはね、こっちに入っちゃってるんですね。さらに富安も結構ね、ベンチ外だったんでね、試合に出ていた板倉も星4で登場ということで、まあ、かわいそうだね。しょうがないね。ただ、おかしいのは、林くんがいないんじゃないかな。あれ、上田綺世よりも、働かされていたフォワードの林くんがいないぞ。運営ちゃんも、これは誤算だったでしょうね。夏休み入っちゃったけど、林がスタメンばっかりなんだよって思ってたんだろうね。そして、上田綺世より、林の方がなんか機能してたかもしんない。ね。やっぱ、ポストできるできないってのは大きかったね。やっぱりね。良くも悪くもなんか、だんだんアントラーズのフォワードっていう感じになってきちゃったもんね。上田綺世もね。なんかね、ほんと、そのうち、いや、ゴール取るだけがフォワードの仕事じゃないんで、とか言いそうだもんね。なんかね。いやいや、フォワードは点を取るのも仕事よ。ね。点を取るのを取らなくていいよとは言ってないからね。取るんだよ。取るのも仕事だよっていうね。そういうことをね、言ってあげたくなっちゃうんだよね、ついついね。はい、次。で、一応ね、引くこともできるんですけど、15% なんで結構高めのものなんで、ぜひとも久保くんが欲しいっていう人はね、ガンガン引いちゃってもいいんじゃないでしょうかね、今回のはね。日本代表ガチャですからね。はい、ということになっております。じゃあ見に行こう。残り70連はどうしようかな。来週なんかネタなさそうだから来週まとめたのを、載せとこうかな。はい、というわけでじゃあちょっと一個ずつ見ましょう。久保くん、はい、久保くんカットインシュートじゃないんだね。次は遠藤はいいや、富安もいいや。はい、堂安。あ、似てる、似てる。カットインシュートじゃないんだ。吉田麻也。あ、似てる、似てる。で、まあ、こんな感じになっております。確率は 5% なんでね。まあ、今回ので3体から4体取れたらいい方じゃないですかね。1個ずつ見ていきましょう。まずはゴールキーパー、谷。ね。いや、運営ちゃん間に合わずって感じですよね。いや、PK 職人とか入れとけばよかったってね、多分今頃ね、悔しがってるでしょうね、本当に。ただ、ゴールキーパー谷に関しては、まあもうニヤニヤ枠ですね。スキルはついてませんね。まあ、外れになっちゃうのかな。でも引いたらなんかちょっと嬉しいけど。そしてセンターバック、吉田麻也。デストロイがついてるんで、まあ、付加価値1個ついてるので、まあ、当たりなんじゃないでしょうかね。VAR タックルとかないの？ね、VAR タックルとか。PK の判定だけど、VAR で助けてくれるみたいな。まあでも、実際にちゃんとボールだったんだけど。そして、センターバック、富安、またカバーリングで入ってるんですが、マグはね、もう富安ごとつしてあるんですが、この富安の方が強いね。付加価値2つついてた。ほら、こっちの方が強いかも。富安引いたら、今5凸の富安をこっちに足すってのもありなのか。でも3凸しかならないんだっけ。5凸変更かも。そして右サイドバック、黒沢の酒井宏樹に関しても、インスパイアフィード持ち。今回全員何かしら持ってるってのがいいですよね。プレスタイルがなかなかいいので、今のところ外れはキーパーだけ。左サイドバック、中山雄太。俺、中山雄太持ってるような気がするんだけど、
あんまり強くないんだよね。こういう時に限って。まあ、残念ながら、ちょっと外れ枠の一人になっちゃってますね。そしてボランチ、田中碧。セントラルミッドフィルダーで、バーストロングシュート持ちであるんですが、セントラルはね、確かね、遠藤がね、ごとつしてあるんですよね。で、今回ね、遠藤がね、こっちで出てるんですよね。で、これがね、クラッシャーになってるんですよね。まあでも今のドイツでの活躍からしたらクラッシャーでもいいかもしれないですよね。こっちは見事に、ダブルで持っているので、こっちの遠藤に変更してもいいかな。もし、引いたらね。だから、ごとつしてある選手が二人いるっていうのは結構大きいかもね。ちょっと、くら替えしてもいいかもしれない。こっちの方が強いからね、断然。そして、堂安。セバードリブル持ち。となっております。そして、右ウィング、右ミッドフィルダーとダブルで赤なのでね、使い勝手はなかなかいいんじゃないでしょうか。今回のはね、引いてもごとつはできないだろうからね。もともと持ってる選手をごとつできるんだったらいいけど、1体からごとつはちょっとしないかな。だからまあ、ニヤニヤ枠かな、今回の日本代表はね。リクパレートドリブルが持ってます。そしてテクニコ。ロナウジーニョの持っているテクニコが三笘にもついております。そして久保くん。過去にも、サカツクでは久保くんがね、星5で登場したケースはあるんですが、よりにもよってマグは一回も引いたことがありません。久保くんには嫌われているようです。フロンターレと FC 東京だったからかな、なんつって。ね。メイアルはドリブルと、バースト持ち、ダブルでついていって、さらにもう一つ、ジョーカー持ち、ということなので、ジョーカーのトップ下は欲しい。これはなんならごとつしてもいい。無凸からごとつしたい。久保くんが欲しい。というわけで今回は久保くんのための80連ということになりそうです。皆さん頑張って久保くん引きましょう。一発で引いてるなんてのがツイッターとかに上がってると、ちょっと羨ましいですね。そして、上田綺世。バースト1本でした。はい、というわけで、今回のガチャは、こんな感じになっております。何分 ?8 分。ちょっと、尺の都合上まだ、いけそうだね。はい、じゃあちょっと、今回この10連だけ映したいと思います。動画にした時のマグは、神引きを持っているかもしれませんよ。この間の江藤を思い出せ。そしてメッシを引けなかった悔しさをここでぶつけよう。久保くんカモン。さあ、マグに久保くんは来てくれるんでしょうか。何回もね、川崎フロンターレだとか、FC 東京だとかっていう名前を挙げるから出てこないんじゃないかと。ね、そんな気もするんですけどもね。今はどっちにもいませんからね。海外の選手ですよ。世界の久保くんですからね。もういいんじゃないですか、そろそろ。そろそろ嫌がらずに、チームマグの一員になっていただいても。ね、なっていただいてもいいんですよ、っていうことで。頼んます。まあ、5% だからと、ほんと3体ぐらい引けたらいい方なのかな。おーっと、でも三好ゲットまあ、星4も欲しいね。うん。前田大然とかも欲しい。そうか、そこら辺も引けるんだ。で、そこら辺はあれなのかね、今後のガチャには入らないのかね。ソーファルはユーロで出てたよ、試合。そうか、じゃあ引かなかったやつも引きたいんだね。なんか分かりにくい言葉だけど、日本代表欲しいな。日本代表、ウェスターゴーはあなたもユーロで出てた。運営ちゃんもしかして星4も増やしてる？ね、ユーロのメンバーを星4でドバッと入れてる可能性ちょっとあるね、これね。あ、関係ないみたい。お願いします。マグニクボ君を、ぜひクボ君を引かせてやってくれ。ジョーカー持ちなんだ。こんな無料で手に入るガチャでクボ君をゲットできるだなんて。そんなことがあったら大変だ。スーパーサブが全ての戦術、クボ君と岡野っていうとんでもないチームになる。いや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 、お願い。なんだかんだ言って南野だっているんだ。え、選手交代全部、日本人。まあ、南はごとつしてないけどね。あー、というわけで引きませんでした。三好選手が来てくださいました。もしかしたら彼をだけ育てるかも。
はい、というわけでせっかく動画にした10連では聞くことがありませんでしたが、今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけで今週はね、レジマをいっぱい回してもね、今の10連は引けないんでね、まあ、しょうがないんですけれども、で、まあ、今のね、メンバーで言うと、あ、ちょっと入れてないのか。この間引いたね、ボーナスガチャ。ね、ちょっともうその言葉が出てこなかったんですけれども、ボーナスガチャの選手をね、まあ一応入れて、やっていきたいと思います。レジマをね、ガンガン回してリバウドを育てていきましょうよ。フェルトマンでした。名前も出てこなかった。オランダの門番。ね、もしかしたらね、今回のでね、なんかまたレジマでミッションが入っててくれたらね、またこう、ポカリガブ飲み案件だったんですが、80連、最大80連だそうなので、この80連で全ての運をつぎ込みましょう。さあ、マグは何体手に入れることができるんでしょうか。それは来週までのお楽しみ。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。久保くん欲しいなー。